大河忠正室、松平忠し室、または大高知忠志室明治34年6月2日は、幕末の数瀬国王滝藩の第9代の藩主。創社版、若年寄、老中閣、大高知松平宗家11代、越前国栽藩主、真部昭勝の逸夫。性質は、松平正和の娘。子は、 大河内正都市、大河内正人も、娘。神は、武前神。文久2年11月18日、仙台藩主、松平正和の婿養子として、家督を継ぐ。同年12月16日、五位下旅前神に助任する。後に、壇上中に改める。源氏元年7月8日、総社番に就任する。慶応2年8月8日、若年寄りに就任する。 同年10月21日、幕府から京都在住を命じられて、4000両を賜る。慶応3年12月15日、老中閣となる。慶応4年1月、賭場、伏見の戦いでは、総督として、旧幕府軍を指揮する者の,の、敗北する。その折には、敵兵のほほ肉を炙って、酒の魚にしたという話が伝わっている。1月5日夕方、本営の淀からやわた。 橋本方面へと撤退した。同年1月8日、蕎麦、伏見の戦いの敗北により、大阪城を退去する。木から回路江戸に逃走する。同年1月10日、新政府からカニを剥奪される。京都屋敷も没収される。同年2月9日に、老中閣を解任され、翌日には、松平、片森らと共に、江戸城途上を禁じられる。このため、江戸を出て、 大滝に向けて帰国すると、窓か寺氏寺に入って禁止した。同年2月19日、旧幕府から筆足を命じられる。ー4月11日、新政府軍に大滝城を明け渡し、桜藩に預けられるが、同年8月19日に許されて、所領を回復した。同年10月23日、官位も元に戻された。新政府からは、許会は大川地部前。 竹中丹後と名指しされるほどの旧幕府軍の責任者とみなされながら、帰国後に藩主一下家中が禁止して、大滝城を速やかに解除をしたことや、鉄兵隊、遊撃隊などの旧幕府軍部隊の勧誘に応じなかったことが新政府への標準の証明として高く評価され、藩主の交代や所要の削減などの処分を課されることなく藩尊族が認められた。 明治2年6月24日、半赤奉還により、大滝半知事に就任する。同年12月4日、米津正敏らとカ佐国内の半知事に、議事院の設置を兼議する。明治3年12月9日、大滝城の破却と開墾の許可を得る。明治4年7月、廃藩知見により面官。維新後は、大川知政に服した。明治4年8月、 兵部省七党出資となる。明治五年二月、陸軍府表彰者に任官する。明治十七年四月、区内省七党出資となる。同年七月八日、死者区を除釈した。明治十八年十月、陸軍省七党出資となる。明治十九年三月、解任される。明治二十年から明治二十三年まで、麹町区長。明治二十三年七月、 貴族院議員に選ばれて、2期務めた。ありがとうございます。